ヤガチャガチャンネル。あ、今ジャンプしたってことは始まりの合図なんで。はい、違う、俺、違う、君はやんなくていいんだよ。俺がジャンプしたら録画の始まりの合図なの、わかる？お前じゃないのお前らじゃないのだってそんなこと一言も言わなかった。今言ったじゃん、聞けよバカそんなに言われる？ひどいや。というわけで、先になんだけど、はい、正直このパートまで見ててドラゴンクエスト10経験者じゃないやつはあまりいないと思うし、このパートまで見ててドラクエ10を始めてないやつはもう一生始めないと思うんだけど、はい、あの親切なドラゴンクエスト10実況配信というところをね、意識していきたいと思うから、酒場の説明をしたいと思いますと。はい、お願いします。で、基本的に、今回はもう渡してあるんだけど、さえずりの蜜っていう落下欄で売ってる素材を今回ともさんに1個渡してますと。はい、はい、もらいました。で、紹介人レイライに話すとさえずりの蜜よこせやって言われて、えで、これが終わるとね、はい、まずはエンゼルスライム棒って知ってるっていう、なんかもう聞いたよっていう話をされて、はい、で、それはいいわと。はい、でこれはもうてなんかお決まりの言葉よね。はい、でその上で、サポート仲間っていうのを紹介しているんだけど仕事を一つ頼みたいって言われるんだよね。あー、なるほど。でサイゼリの蜜持ってこいよって言われるから、サイゼリの蜜を納品して、まずこの冒険者の酒場へようこそっていうクエストを終わらせます。はーい、ね、でランプギルドの、ナディが売ってるよっていう話だったんですけど、うんうん、で、説明自体は後で全部するから、はい、一回ね、進めていこうかなと思うんですけど、はい、もう一回話しかけたらサイゼルの蜜納品にできるので、はい、で渡してくれるっつって渡しますと。はい、でそしたら、なんかもうなんか趣味の話とかはいいので、うんうんうん、でサイゼルの蜜を渡したことによってサポート仲間っていうのが使えるようになりましたと。はい、でこれは要はオンラインの人を NPC に迎え入れるっていう機能。あ、へえ。なのでここからはもう本当の NPC じゃなくて、うん、ちょっとし疑似オンライン要素みたいなところになってますと。でここでポイントなのが、レンタルができる職業っていうのは、自分の、あ、ごめんなさい、レンタルができる相手の条件は自分のレベルプラス10まで。はいはいはい。で、これも説明嘘になってるんだけど古くて、はいはい、まあレンタル時間が12時間とか24時間とか48時間とか72時間とか選べて、はい、でその時間に応じてでお金が発生するよと、うん、でさらに呼んだ人は経験値がもらえる。うん、なのでみんな呼ばれたい。なるほど。なので一回話しかけてみてもらって、はい、で仲間を探す。で、仲間がいっぱいだから、まあそれはいいや。で、職業、例えばだけど、じゃあ今回だったら僧侶。やっぱ僧侶ね、僧侶。はーい。で、例えばじゃあどうしようかな、僧侶。例えばだけど今回回復魔力高め重視ってことで、はい、武器種も選ぶで、スティックにしましょうと。スティック。で最小レベルっていうのを50になっちゃってるので、はい、60に引き上げます。はい。それとも60、60。はいはい。で別にまだ本当はここで耐性っていうのは気にしたい。うん、要は今から転びがやばいダンジョンに行くから、うん、転び100持ってる人が欲しいとかね。転び、そう、今過去にも何回かあったはず、すっ転ばされて攻撃もできなくなったまま、はいはいはい、すっ転んでる状態でなかなか攻撃できないみたいな、はいはいはい、っていうのとかっていうのが、例えばあとじゃあ麻痺耐性があるとか、そういうのが選べるぐらいが今回はいいので、で探す対象っていうのはフレンドなのかパブリックなのかってこと。じゃあこれ誰でもでいいですね。そうで、この条件で探すって押すとどれぐらいいるのか分かんないけど、いっぱい出てくる。これは NPC じゃないか、ゼロ、あ、でも0円違うのかな。でそこの状態で X を押すと、でも今押すと0円で80レベルぐらいまでやっとれるって。あ、そうなのね、うん、こんな感じで要は既存のプレイヤーさんが出てくるかわいいで、はいはい、タロちゃんとかはあんまり気にしないんだけど、うん、ここはちょっとしっかりとご案内をしていくと、はい、今回で言うとやっぱり回復魔力、あー、ええ、重視で選んでるので、回復魔力と守備力が高い子、うん、あと回復魔力とプクリポかどうかっていうところね、はいはい、だから今回で言うと例えばさっきのウェディなんかは、これいいね、回復魔力が283あって、素早さも278、守備力も193あるから、そうだね、例えばこの状態で RB をしてもらえると、 RB さらに何を装備してるのか、うんうん、で次のところ行くと何を装備してるのか、例えばだけど金のロザリを装備してくれてるから、この人は、一発ぶん殴られても HP1 で残る可能性があって、うん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 、大地の竜弾も装備してるから HP 最大値も高くなってるみたいな。うーん、で、次のページ行くと、
持ってる魔法っていうのも、ベホイミあってベホマラあってリホイミあってでザオラルも持ってくれてるから、まあ蘇生役としても機能してくれるよねっていうところが見えてくる。この人ですわ。で次のページ行くとまだあったっけな。あ、やばばば、そうそう、左待ってください、待ってください、違うんです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 。普通に左かなんか押したらページめくれる。上か、はい、上か。で、もう一回ちょっと右のところをロールしてもらって、でまたロールしてもらって、でここが耐性。はい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 。だからこの人の場合はそう、呪いガード100ついてるから呪いの敵のところに行ってもまずまずこの NPC は食らうことがないっていうのが分かる。で、あとはあれだね、パッシブどれだけ取ってるか。だいぶ取ってくれてるように見えますよ。少なからず今この表記数でいくと多分5職業6職業ぐらいはある程度マスタリー取ってんじゃねえかな。この人だね。で、念のためパッてめくってって、そう、他のところとかも一周するまでめくっ、分かんないところはまあ読み飛ばしでいいと思うけど、やっぱりページ数がね変わってくるとかの違いは出てくるから、うんうん、っていうのを見ながら、今回この人がいいなっていうのを仲間に入れていく。すげえ人だこの人。あ、そうだね。例えばだ、さっきの人よりも、さっきの人装備品がまだ揃ってなかったからね、うん、ただこの人の場合だと細かいこと言うと、首アクセ金のロザリオをつけてないから、うんうんうん、ダメージ1残って生き残るみたいなこともないなみたいなと、うん、とかっていうのも、うんうん、知識がついてきたら考えればいい。なるほどな。だこの人呪いガードの100ついてないから、そうだねそうだね、みたいな良し悪しはあるよね。すげえこの人もだいぶ取ってるよ。まあ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 、そうそう、ちょっとこれネタバレの話になっちゃうんだけど、はい、人間になってるってことはエティーヌのために戻ってんだよね。ああ、そういう、そう、すごい。だからバージョン1って目的がエティーヌの民だったけど殺されて他の種族に入ってるってことだから、人間になってるってことはバージョン1終わりかけまで行ってるってこと、うん、なるほどな。なので、まあもちろんウェディが好きでウェディ選んでる可能性もあるから、ここに関してはどうかってなかなか難しいところではあるけど、なんかさっきの人間の人、人間の人は4ページ言ってたね、スキル効果。そうそう。で正直な話、今の時点ではそこまでなんか気にするかっていう次元ではあるから、うん、じゃあこのウェディさんにしよう、うん、とかでいいと思う。でそれじゃあ A をしたら、あ、レベルで例えばこれさっき48までしかなかったけど168まであるから、すごいね。まあ、あれ168にしとけば極端な話1週間、うんうんうん、だから次回多分だけど収録するときにも問題ないよねっていうところでいくと、うんうん、まあ、そこら辺でいいんじゃないみたいな。はーい。で、はい、押して、で、今まで頑張ってくれてた無償のやつとお別れして、じゃあね、ノノ、バイ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 、ノノさんに伝えといてね。でするとこれで、ね、仲間になってくれるので、で、ね、トモさんにパーティーリーダーは渡しとくので、はい、はい、よいしょ。これでまあキャンセルしてキャンセルしてっていう感じで、だから気をつけなきゃいけないのは今後のプレイにおいては酒場に行ってまずはサポを持ってこようねが、はいはいはい、今まではずっとついてくれてたけど、あ、左側の待機中かな、はい、うん、これからは、その作業が必要になる、うん、っていうかむしろだけどこの作業があるのが、当たり前に なってくるよドラクエ10はって感じ。わかりました。で現状としておそらくバージョン6の頭ぐらいまでは、はい、サポ仲間とだけでいける。なるほど。だから相変わらずだけどドラクエ10ってオンライン共用してくるゲームではないのではい、わかりました。自分の価値観でいいんじゃないかなと思ってますと。うん、うん、了解です。で、今回は、新しくベリナードっていう街に行きたいので、はい、まずはマップで樹齢島上層に右側ですね、移動していただいて、はい、で、樹齢島上層から、キュララナ海岸、ベリナード領南、ベリナード領南から、ベリナード城っていう感じになるので、まずはベリナードまで移動していきましょう。わ、はい、かりました。今全然わかんなかったです。呪文でも唱えてんのかなと思いました。うわ、いっぱいいる。配信見てる人たち。そう、そう今日たまたま収録日がドラゴンクエストのこのアストルティア放送局っていう今後のアップデートのまあ言ってしまうとそのガントというか、スケジュールを教えてくれる日になっていて、うんうん、まあなので言ってしまえばこの発表を境にドラクエ10の相場とか、はいはいはい、なんだったら食バランスっていうのが少し変わっていく。あ、大事な一日なので、普通にゲームやってるプレイヤーさんからすると非常に大事な一日みたいな。これはどれくらいの頻度でやられてるんですか。間違えちゃった。3ヶ月に1回か半年に1回ぐらいだっけ。
おーかな、気がついたらやってるね。うん、ごめんなさい、どこ行くんでしたっけ。あ、殺すぞ。ついてきます。ですね、ちょっと待ってもらって。呪霊と上ですね。はい、そこは行きました、その後 で、キュララナ海岸です。はい、わかりました。よかった、殺されなかった。たまたまですね。そう。というわけで、ベリナード、ここがベリナード、綺麗です。全体的にね、あの下の方とかは行くとわかるけど、水の綺麗な街になっていて、うんうん、で、回転型の街なので旅の扉がもう設置されてます。あ、はーい。で、どこ行くの。まあ、あれじゃない、悪星城の目の前行けないでしょ。行けない。だから悪星屋の目の前飛んでから城かな。はい。で、ちなみに、念のためちょっとせっかくなので来たのでご案内しておくと、はい、この目の前がアクセサリー屋で、この合成やリーネっていうのが、あの全アストルティアプレイヤーから恨まれてる女です。あー、さ、なんかかわいそうな話を聞いた。はい、で、最初はね、タロもかわいそうと思ってたのよ。ええ、でもやってるうちになんかどん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 腹立ってきて、みんなの気持ちが分かるようになっちゃったんですなんか辛いな。なんかね、しょうがないよね。どの MMO でもさ、合成やって嫌われるよね。いや、まあまあまあ、わかりますよ。装備におけるエンドコンテンツだから。そう、ケロッとした顔でなんかすごい変なのつけてくるから。ちなみに、なんだろう、ずっと続けられたらの話だけど、はい、あの前に話しましたけど、あの正月に一発ぶん殴れる機会があるので、イライラしたら、あの正月に、あの、そう、あいつをぶん殴りに行くっていうのが、あのみんなにとってのなんつうんでしょうね。まあ、リーネもぶん殴ってくるから、ね、まあ、リーネもぶん殴ってくるし、あとなんだろう、舐めた装備でいくとリーネに殺されるからね。あ、なるほどね。強いから。強いよね、普通にね。うん、強い。あの、以前はね、あの以前俺らは、あの、何、バージョンアップ待ちまで行けてたのよ。うんうんうん、今バージョンに置いてかれてるけど、うん、その装備で普通にね、殴られてたからね。うわ、さあさあ、旅のものよ、城に入るのはしばし待たれよ。おい、ドヤガモみたいなのいっぱいいる。今から女王ディオレ、ディオーレ様が恵みの歌をお歌いになられるところだ。旅の記念にぜひ聞いていくがよい。はい、どうも。失礼しまーす。そんな物々しい雰囲気で歌聞いてけって言われる。ザバ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 、すごいね、こんなところで歌うのすごいね。素敵。ディオーレめっちゃブスだったらどうしよう。大丈夫、期待して。ああ、いい女だった。好きなやつだった。強え女。強え女、好き。あ、好き。わあ、かわいいパパ。まあ、ともさんがいいんじゃないですか。これ読むんすか。これは、あの、まあ、普通に歌だけど、セリフでいいんじゃない、うん、海に生まれ、海に生きる。それが我ら、ウェディの民。母なる海に祈りを捧げ、我らは求める神の恵みを。大いなる神、海の神よ、我らの命、我らの思い、守りたまえ、清めたまえ。ほう、これでなんか結界がどうみたいな話だったんだっけ。そうそう、前回ね、要はあのここのベリナードに関しては女王の歌によって、守られてるみたいな、うんうん、すごいね、これ代替わりとかも大変そうだね。大変。あー、いいわ。あー、パパ、あれ、息子？左、あちら、あちらは、あちらの方、ちょっと、見ていただいて、あちらの方、そうなんですよね、あの人誰って言われると我々困っちゃうんですよね。あ、そうな、ごめんなさいね。あの歌は恵みの歌といってな、この辺りの水という水に聖なる加護を与えてくれるありがたいのものなんなちゃまん、なんちゃまん、ウェディー語。女王ディオーレ様は相変わらず氷のような冷たいお顔をしておられる。そんなことないよ。何、どうした？女王には息子、つまり王子がいてな、二人の仲がうまくいってないっていう噂があるんだ。へえ。この国じゃ女が王位を継ぐのが習わしになってるからな、いろいろあるんだろうさ。いいじゃない、そんなの。おっと、旅のものに言うことじゃなかったな。今のは忘れてくれ。全部言ってた。ほんとだよ。おっとっと。あ、逃げた。その後はタロちゃんだよ。あ、猫？犬じゃん。犬？もうすぐ私の時代が来るわ。服が多いな。え、この子かわいい。え、あひゃ。ぐるるるギャムギャム。うわ、怖い怖い怖い。嘘でしょ。いいね、ファン、どうも。かわいい服着てるな。犬に嫌われるタイプだ。というわけでベリナード城に入れるようになったので、はい、ベリナード城に入れるようになったら、3階にある女王の間っていうところで次のイベント。はい、わかりました。
違う部屋入ったらおじさん座ってた何面白いことしてんすか怖いね。我々別行動がすごいです。みんな、もうイベント始まりましたわ。あららららら、母上、なぜ禁断の地の存在を僕に教えてくれなかったのですか。禁断の地、禁断の地、いい女じゃん。ちょっと好き。必要がない。かっこいい。僕はこの国の王子、国のすべてを知っている必要があります。そうやね。すごい、クマ大丈夫。クマ掘りが深い。知れば理解したと考えるか。それが浅はかだというのだ。ママ、知ることができなければ浅はかかどうか判断することもできないでしょう。禁断の地のことを僕に教えてください。なんか大丈夫この人。必要ないと言った。ママ、お父さん、おろおろ。まあまあ、落ち着いて。おろおろ、人の良さそうな仲良くしようよ。オーディスももう子供ではない。いろいろと考えてるのだよ、ディオーレ。なんだから、その、その、あ、君は旅の人のようだな。僕の名はオーディス、このベリナー王国の王子だ。すごいね、旅の人にもちゃんと名乗ってくれるんだね、王子様。もしや君は一人前の証を得て旅をしてるんじゃないか。はい、バレた。やはりそうか、彼女の言うことがまた当たった。なんだって。この後城内にある調査団の詰め所まで足を運んでくれないだろうか。場所は城の者に聞けばすぐわかる。よろしく頼む。あ、ちょっと笑ってる。オッケー。女王と話したいっす旅の者よ、よくぞ来た。こちらにおわすのがベリナー王国を治める女王ディオーレ様だ。ちなみにわしはその旦那だ。メルーコーと呼んでくれ。よろしくな。メルコー。なんか妻のことを何々様っていうところになんかこう感じるものがあるね。ああ、ちょっとわらわは恵みの歌を終え疲れておるのだ。旅の者と話すことなどない。引き取るがいい。すいません。はあ、すまんな、旅の者よ。そういうわけなのだ。女王と王子の仲がこじれていてな。いやいや、困ったものなのだよやめな、そんなこと言うの当の王子は王立調査団に入り浸りでわしの話を聞こうともせぬし。おお、そうだ、王立調査団のところに行き、の話し相手になってくれんか。旅の者を話を聞くのも良い勉強だ。いや、いい人そうだ本当になんとかしてほしそうだこの人が裏切ったら泣いちゃうかもしれないで、次は、はい、詰め所ですね。まあ、すごい間違えて綺麗なところ来ちゃった。今太郎が一番あれ、私もいいとこ来ちゃった。太郎今詰め所の前ですあーみんな待ってるよ待ってるよ。太郎ちゃんが1位なの超珍しい。ぐえへへへ。さてさて、あー、すごいいろんな部屋あるね。あー、そう、ここはね多いよね。エガモンが楽しいキャラが出てきたよ。ヤガモンが楽しいキャラが出てきた。うん、どういうことや。陽気にしてね。陽気にしてね。陽気にする。思い出した。思い出した。もう覚えてない、どんな演技したか。あ、なんかうざったしら、うざったい感じにしたんだよな。うん、多分そう。そうか、永遠の水について新たな分かったことはなかったか。ヤガモン対ヤガモンが始まる。はい、オーディス王子、お役に立てず申し訳ありませんどうだった急にね。君が気に病む必要はない。僕の個人的な依頼に応じてくれて感謝してるよ、ギンナー調査員。来てくれたか、旅の人。さあ、こちらへ。こんにちは。どうもどうも。ふむ、君はトモ君というのか。そうです。ランガー大村の出身なんだな。残念ながら僕は行ったことはないが、良いところだと聞いている。そうですね、あんま記憶ないんですけどいやいや、あなたはもしやあの時のトモさん。あ、こいつ、いつぞやの知恵の眠る遺跡では大変お世話になりました。なんかさ結構普通に一緒に冒険したのに、あの時のとか言われるとムカつくな。もしかして二人は知り合いだったのか。そうだよ。あ、また生きたぞ。また説明しましょう。いいよそういうの。トモさんには呪霊島での遺跡調査を手伝っていただいたのです。トモさんは頼りになる方、王子の力にもなっていただけること間違いなし。間違いない。そうか、それはありがたい。
では王子、別件の調査に戻りますので、私はこれにて失礼いたします。なあ、すまなかったキンナ調査員、また何かあったら声をかけよう。イエス、かしこまりました。結構しっかり仕事してんのね、あいつ。君に来てもらったのには理由がある。まずは彼女を紹介しよう。お、そわ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 りこ、キャスランだ。キャスランです。はじめまして、旅の占い師をしておりますわ。王子様のお役に立てて てとの占いに従いこの城へ参りましたの。緊張してるのかな。彼女の占いは素晴らしい。すでに2つの事実を言い当てている。1つは君のことだ。なるほど、預言者とか占いとかみんなさ。白亜の城に一人前の証を持つ旅人一人、王子はそのものとともに目的を果たさん。私のセリフではない。ん？あ、おい、王子様の見立てに間違いないでしょう。この方は大きな力となってくれると私も思いますわ。キャスランはもう一つの占いで禁断の地として隠されていた永遠の地下迷宮の存在を教えてくれた。そしてその永遠の地下迷宮には驚くべきものが隠されてたんだ。兵器とかか。口で説明するよりも君にもその目で見てもらいたい。永遠の地下迷宮まで来てくれないか。わーよ。永遠の地下迷宮はこのベリナード城を北に行った場所にあるんだ。詳しいことは調査員に聞くといい。はい。それでは僕はキャスラと共に先に永遠の地下迷宮へと向かっている。必ず来てくれ、トモ君。必ずね。いや、いいんだけどさ、なんかドラクエ世界の王族って結構なんか自由に動くよね。うん。なんか各々のカルチャーで動いてやがるよね。なんかいいのかなって思っちゃうんだけど。確かし。でそこ出ていただいて、城からまず出てもらって、はい、で相変わらずいつも通りのフローで、私ちょっと今ルーラストーンを用意しておくので。ありがとうございます。よろしく。お前がやってもいいんだぞ太郎。いや、なんと何、ね、お前がやっても全然いいはずなんだかな。なぜか毎回私なんだよな。ねえねえねえ、ベリナード南行くって言った。そう、ベリナ、違う、ベリナード領、北ですね。なので右側の出口から、私から出ないといけない。あ、でも反対側なのは反対側なんだ。北行きの渡し船に乗ります。あー、それでいいよ。乗っていいですか。はい、一緒に乗ろう。一緒に乗れんの。乗れない。オン、一人用だってね。この船一人用なんだ。ベリー渡ったら、もうそこのベリナード領 B の2に、B の 2? あ、A の地下迷宮っていうのが左上にあるので、はい、そこに向かう感じですね。はーい。